ノートルダムラジオ始めちゃいました。夏だ、海だ、ラジオだ。ゴーゴーノートルダムサマーラジオよ。梅雨も明けてとても暑い日々が続きますね。そうですね、本当に皆さん夏バテしていませんか？夏バテしている人もしてない人もこのラジオを聞いて皆さんでこの夏を乗り切りましょう。このラジオは高校3年生2人組のひとちゃんとまーちゃんがノートルダムの今をお届けしています。ぜひこの機会にノートルダムを知ってもらえれば嬉しいです。今回は2回目、イエーイ。初回の放送は聞いてくださいましたか？まだの方はぜひ概要欄から聞いてくださいね。さあ、それではもう4月になって、はい、早いことでもう今年半分を切りましたね。まさかのですね、本当に早い。じゃあ夏といえば花火、海、お祭り、楽しいこと満載の夏休み、誰もが好きなサマーバケーション is coming。 ということで夏休み何するの？夏休み自分はやっぱりお祭りに行ったり、うん、で夏やから海でたくさん泳ぎたいんですよ。うわー最高、はい。でもさ、その前にさ、うちら2人受験生だ。うわ、よく学校とかでも夏が本番って言うもんな。全受験生がうちらの気持ちに共感できるんじゃない？ほんまに。このラジオを聴いてる方にも私受験生って方もおられるんじゃないでしょうか。うんうん、受験生でも受験生じゃなくても勉強も遊びも全力で充実した夏休みにしましょう。私たち高校3年生はやっぱり高校生活ラストの夏休みなので悔いのないように過ごしていきたいですね。それでさ、あっという間に楽しい夏休みを終わって秋本番、時間が経つのが早すぎてびっくり。でもさ、2学期ってさ、うん、文化祭とかさ、体育祭とか楽しいイベントもたくさんあるよな。あるある。そこで2学期の一大イベントである文化祭を去年作り上げてくれた元文化祭実行委員長のいとちゃん、実際去年のこと振り返ってみて今どう感じる？一言で言うと、去年の文化祭を復活の年にしたなって思うよね。と言いますと？コロナで休止してた模擬展とかを復活させようとめっちゃ努力してたんですよ。で、結果的に模擬展も復活できて、盛り上がってた。で、あとステージの上のそのダンス発表とかも復活できたので、でみんなからもアンケートでいい評価いっぱいもらえたので、とっても嬉しかったです、本当に。で、去年はほんまに最大級のやりがいとか達成感っていうのを感じました。とっても楽しくて盛り上がった文化祭だったよね。じゃあさ、うん、うち文化祭実行委員長やったけどさ、実際元生徒会長のまーちゃんは去年のことどう感じてる？なんかな、初めは生徒会メンバーと連携もあんまりうまく取れへんくて手こずったりしたこともあったけど、オープンスクールのお手伝いとかイベントを通して一致団結しながらみんなで学校をより良いものにしようという一心で精一杯取り組めて、とても良い経験になったかな。やっぱりそうだよね、本当に生徒会長はほんまに学校全体を、ね、引っ張っていくからね、すごい仕事ぶりやったと思います。ありがとうございます。ではここから去年私たちのように2学期も元気に楽しく学校を引っ張っていってもらおうと、今回は現生徒会長、副生徒会長をゲストとしてお迎えしています。それでは生徒会長、副生徒会長のお二人どうぞ。こんにちは。こんにちは。ようこそノートルダムラジオへ。それではまずお二人に自己紹介お願いします。じゃあまず私からお願いします。私は高校生徒会長を務めています、アゲチューブです。よろしくお願いします。アゲチューブ？はい、アゲチューブです。何それ何それ。まずアゲチューブの伝統じゃないか、歴史を。あ、歴史。お願いします。まず私は小学3年生の頃に
友達と YouTube ごっこにハマっていて、はい、でその子の私の名前がアゲチューブだったので、もうそれからずっと友達らはみんな私のことをアゲチューブと呼んでいます。面白い、すごい歴史深いね。歴史深い。お願いします。じゃあ次私行きます。現高校生徒会の副会長を務めてます、みっちゃんです。よろしくお願いします。みっちゃん、かわいい。かわいい。お二人はなんか部活とか入ってるんかな？はい、私アゲチューブは囲碁部に入っていて、はい、みーちゃんは？私も囲碁部と、あと放送部を検定しています。囲碁部、面白い？面白いです。じゃあ、はい、顧問の先生がね、うん、面白く教えてくださって、うん、はい。囲碁部か、いいな。なんか放送部とかもね、今まで、ね、うん、なんか最近もずっといろんな活躍してきてるから、うんうん、なんか前賞とか取ったよな、うん、そう、放送部は今年の夏にあった Nコンっていう NHK が主催している大きな大会で、うんうん、全国出場者が4人いました。4人、はい、すごい。おめでとうございます。やってる？で、まーちゃんはバドミントンクラブ入ってます。おー、すごい。バト部です。めちゃめちゃアクティブやな。はい、はい。一応、今年の夏休み中に引退試合があって、そこで引退かなって感じだけど、頑張ります。それまで、じゃあぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。それじゃあ次に、お二人にこの学校のイチオシポイントっていうのを聞いてもいいですか？はい、アゲチューブの学校のイチオシポイントは、まず制服が可愛いところです。可愛い、はい、可愛いよ。もう冬も夏も可愛い。うん、もうまず何ていうの、うん、清楚感もありつつ可愛さもあるという、うん、もう素晴らしいですね。可愛い制服です。学校2つあるんですよね、制服が。はい、うんうんうん、ありますね。普通のリボンのやつと、もう1個はベージュのワンピースで、どっちも、はい、夏服ね。うんうんうん、冬もね、2個あるからね。うん、で、あるやん、ジャンパースカートと、ジャケット、あ、どうカーディガンか。あ、ほんまや。ジャケットとカーディガンがあります。うんうんうん、うん、とっても可愛いよね。うんうん、個性豊かで、でも、うん、なかなかない形よね。うんうんうん、これも逆にいいよね、なんか。で、私の学校のおすすめポイントは、うん、やっぱり先生と生徒の仲がいいところだと思います。うん、いつも先生方が優しくいろんな話をしてくださるので、ちょっと人見知りというか、ちょっと子も打ち解けて、いろいろ会話を交わせるんじゃないかなって思います。なんかテスト前とかでもね、みんなもう職員室前にね、もうわーって生徒たちが集まってね、みんな。先生、ここど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 こって、めっちゃみんな集まってきてるけど。好きな場所とかってありますか？この学校一部の好きな場所は職員室前です。なんでなんで？理由はまず職員室前に結構ね、自習スペースがあって、机が置いてあって、うん、でそこで先生に勉強でわからないところがあったら質問できたりもするし、あとはなんか月2ぐらいにパン屋さんが来るから、そのパン販売もされてて、私めっちゃパンが好きやから、職員室前がめっちゃ好きです、うん、あのパン屋さんめっちゃ美味しいよな。めっちゃ美味しいです。まーちゃんの好きなパンは何ですか？まーちゃんの好きなパン、なんやろ、無難にフレンチトースト、はい、あ、わかる、あれ美味しい、わかります、本当に美味しい。ひとちゃん、ひとちゃん好きなのはな、なんていうけ、チョコのクロワッサン、あー、農家さんであれ、わかる、めちゃめちゃ好きなんよな。めちゃめちゃ美味しい、あれめっちゃ。で、みっちゃんのおすすめの場所は講堂です。講堂、なんで講堂かっていうと、やっぱいろんな入学式とか卒業式とか、イベントごとは全部講堂で行われてるので、まあ思い出がちょっといろいろあるっていうのと、人がいない時の行動がエモくて好きです。エモい。椅子だけめっちゃ並んでんのに人いないみたいなのがエモい。日差しとかもね、そうそう、いい感じで綺麗に見えるよね。だから一押しです。京都の眺めもね、一望できるしね、行動から。でも綺麗だよね。じゃあ好きな食堂メニューとかってありますか？皆さん食堂行かれますか？あんまり行かないんですけど、あんまり行かない。あれ、教室がね、遠い教室が、確かに
5階にあるので、ちょっと遠くてなかなか行けないんですけど、うんうんうん、一応おすすめのメニュー、おすすめのメニューを教えましょうか、うん、だったら私の好きなメニューは週替わり丼です。毎週毎週、うん、そうそうそう、毎週毎週この丼のネタが変わってて、うん、もうボリュームもあって、うん、あとお味噌汁もあって健康にも良くて、うん、もうとてもおすすめです、うんうん、はい。私のおすすめのメニューは週替わり定食。定食うどんなと定食なんですけど、いろいろなんか野菜とか肉とか、あとサラダ、味噌汁、ご飯、全部ちゃんとついてて、毎週毎週違う味が楽しめるので、確かに確かに、うん、しかもやっぱり食堂って出来たてやから、うん、ほかほかで美味しい、いいよね、うんうん、どれもワンコインっていうね、そうでも安いっていうね、そうそうそう、この中途には優しい価格で、うんうんうん、でもいいよね。ところで今回のゲストは生徒会長、生徒会長の学校を引っ張っていく2人ということで、はい、今生徒会でなんか頑張ってるポイントとか活動とかってありますか？いろいろ生徒会としてはやりたいことたくさんあるんですけど、うんうん、中でもちょっと一番叶えたいこと、アゲチューブ言っちゃってください。はい、アゲチューブたちはがやりたいことは、まず、はい、すみません、この喉が見えてない。カトイ。チキンの日。アゲチューブが一番実現したいことは、はい、アゲチューブが、アゲチューブ。アゲチューブが一番実現したいこと、言っちゃってください。はい、アゲチューブがズバリ生徒会でしたいと思っている活動は、アイスクリームの自動販売。重要なところよ。アイスクリームからね。はい、いきます。アイスクリームの自動販売機の設置です。おお、アイスクリーム。いいね。はい。前の生徒会の人たちもそうなんですけど、もうノートルダム生のみんなはアイスクリームの自動販売機を設置したいと思う気持ちがいっぱいあったんですけど、なんかあんまり設置ができなくてね。うん。組合があってね、うん、そう、曲設定が、だから今年こそはと思って、うん、今中学生の生徒会のみんなとも協力して、うん、ああいいね、中学生やろうと思ってます、うん、はい、すごい楽しみやな、はい、あと生徒会はオープンスクールが学校で定期的に開かれているのもお手伝いよく行ってます、はいはい、で、そこで、はい、告知なんですけど、あ、告知来た、あ、だから10月と11月にまたオープンスクールがあるので、うん、あとは、このオープンスクールでは実際にさっきも話に出た可愛い制服を試着、はい、試着体験できたり、まあ、実際に私たち現生徒会メンバーも皆さんの前に立って挨拶したりするので、うんうん、ぜひぜひ私たちに会いに来てください。お願いします。皆さん行ってあげてください。お待ちしております。それでは時間も早いことで終盤になりましたけども、次回の ND ラジオは本校の文化祭特集。イエーイ。本校の文化祭が9月にあるということで、文化祭実行委員長をゲストにお迎えして放送する予定です。どんなお話が聞けるんでしょうか。もうすでに待ちきれないですね。そうですね。いや、それではこの暑い季節、熱中症や夏風邪には気をつけて素晴らしい夏の思い出にしましょう。またお会いしましょう。次回もお楽しみに。バイバーイ。そしてこの動画の最後に生徒会メンバーが作成した本校の紹介動画を流したいと思うので、ぜひ皆さんこの動画最後まで見逃さないようにお願いします。お願いします。